ただいま。おかえり。ひろちゃん。ああ。8月5日。ああ。8月5日。8月5日 ?19 時半から。ああ。またスケジュール上げとってね。なんで？また、親子水入らず、光のまま親子のトークライブするけんた。またやんの？またやる。8月5日。前やったやん。前やったけど、前喋れんかった話もまたするけんね。もうどんだけやんねん。また福岡の。あのペイペイドームの隣のイーゾフコガの劇場で、ああまたやるけん、また吉本さんとこ行ってから今日借りてきたけん、劇場が。え、借りてきた？うん、8月5日、19時半から貸してもらったけん。ああ、そうなの。うん、だから開けとかないよ。ね、もう、あ、もう言って、開けてもらってんやろ。うん、その日までに喋りたい話もいっぱい。ああ、もう私はもう、ありすぎて困るけん。ああ、ね、分かった。分かった。ああ、前と同じ話してもつまらんよ、あんた。そうやろ、ね、そりゃそうやろ。前回滑り散らかしとったんやんた。誰が滑り散らかしてね、やめろ。前回滑り散らかしてめちゃくちゃギャグやったんやんけ、なんか、うん、だから全部滑り散らかしとったでしょ。やめてくれそれ。うん、だけど今回リベンジだけ、今回8月5日からね、またリベンジしてみんなの前で。リベンジね、まだ話せない話もいっぱいあったでしょ。まあまあそうやな、うん、今回もまたプレゼントがあったり、なんかゲストが来るかもしれんとか言ったっけ。あ、ゲスト来んの？うん。あ、マジ？それはわからんだって。どっちなのそれは。まあまあとりあえず8月5日またするけん開けとかないよ。もう分かった。分かった？はい。親子水いざま、ま、何やねん。親子水いらずね。パート2、うん、よく言えました。どうもー、ありがとうございます。おおおおお、負けてる。落ちろー。ごめんね、今日あの朝ごはん食べとるわけ調子悪かった。オッケーまで出してちゃう。待って何よあんた。違う、待ってて、待ってて、これ違うじゃん。待って、私のおっぱいに虫がついてる。なんやねん。今喋ってる時に言うなや。違う、しかもカメムシンゴと虫がついてるんだよ。私も入ろうかな、ここに。もうやめようぜ、これ。チャンネル登録よろしくねー。